はい、どうも、メヘロジさんです。ニュース一本ですね。大阪の方でですね、まあ、脳に重い障害があった男性が死亡前日に、自宅を売却する契約をしていたというところで、ご遺族がですね、まあ、不動産会社の社長を刑事告発したというニュースでございます。で、もともとは、健康だったけど、交通事故で脳に障害が出て、で、認知機能低下で、その人が亡くなる前日に、不動産を売却して、しかもお金が入ってない状態だったというところなんですね。で、不動産会社の社長は、そいつに2200万貸してたから、それでチャラにしたっていうことなんだけど、借用書も多分出てきてなくて、で、言うたらお金の移動も多分なかったんだと思うんです。で、その次の日に、亡くなっていると。おいうようなことで、殺人かどうかはわかんないですけども、少なくとも、言った不動産の契約は無効だよっていうことで、遺族が言って、で、それが、勝ちましたということなんですね。で、これの、恐ろしいことは、もちろんその殺人であれば、それはもう、問答無用で、それは絶対に、不動産会社の方が悪いんですけども、そうじゃなかったとしても、その、脳に障害が起こって云々っていうのって、やっぱり補助人、補佐人、成年後見人につけておかないと、いかん状態で、で、定期的に、そういう、資産関係のことを、言うたら相談する相手、あるいはその管理する人っていうのが多分必要になってくると思うんですけども、今回そういうのがなかったことによって多分円滑に、悪い意味で円滑に進んだんかなというふうに思ってて、でこれは今後、高齢、孤独の言うたらおじさんもそうなんですけども、そういう言うたら独身世帯で親のお家とかを相続するケースっていうのがどんどん増えてくると思う。空き家問題も増えてくるんですけども、バブル期に家バンバン建てて、でしかもその家族が個別の家族になったじゃないですか。で、今、言ってしまえば、都会に引っ越した人が田舎の家2軒持ってるとか、あるいは、田舎でも、嫁さんの家と旦那さんの家で、合計4つ持ってる人とか、聞くんですよ。そうじゃない人もいるんですけども、そういう形で不動産を持ってる人がいて、で、年を取ってきて、売却とかに関して、少なくとも、まともな人でさえ、不動産を売却するっていうと、相場がわからんよねっていうところで、不動産会社と、一個個人では情報量に差があるんで、うまい具合にやられて、ちょっと買い叩かれたわっていうのは全然ある話なんですけども、それよりももう2、3歩進むとですね、そういう悪意のある人に食い物にされるケースっていうのが出てくるんだなというふうに思っとるわけでございます。はい。で、刑事告訴だから、最終的に不動産会社の社長はあれなんかな、私文書偽造でしょうと。だから、お金の流れも多分、裁判で見てるんだと思うんですよね。で、そういう意味で、なんていうんですかね、逮捕されるのか、書類送検されるのかは分かんないですけども、はい。でもそういうケースっていうのが往々にして増えてくると思うんですよ。じゃあそれを、どういう形で、言うたら交渉人みたいな人に、ある程度資産のある人をお願いするなり、むしろ、なんですかね、政府側というか行政の方が積極的に、絡みに行くっていうようなことをもう必要になってくるかもしれないですよね、と。高齢の独身が増えてくるとね。でもそういう積極的に絡みに来ることで、悪意のある交渉人であったりとか、その介護関係の人でもその現金盗んだとかっていうニュースもあるじゃないですか。だから、どこまで行っても、難しかったり、あるいは家族間でもそういう話はザラにある、ことで、で、言ったら、特養とか介護老人ホームに、言ったら金持ちのおじいちゃんおばあちゃんが入ってしもたら、そこに、だから、遺書を書いてくれっていうふうに行くような、子供たちも出てくるとか、いう
う子供たちというか、まあ、直営の子供なのか、あるいはまあ、親戚筋なのかわかんないですけども、そういうトラブルっていうのも聞くんで、まあ、なかなか難しい世の中になってるなと思いながら、でも目先そういう問題っていうのはそんなに、対岸の火事というわけではなくてですね、結構身近な話題になってくると思うんで、じゃあそれをどうするかっていうのを、まあ、一個人でも考えていかないといかん時代になってくるんかなとは思います。世知辛い時代ですけどもね。はい。というところで動画一本終わります。